エルスターの特性を理解していない。ゴリチー来た。ゴリチー飛んでる。この下、お、それは壁や、それは壁、それも壁。まあ武器を一個しません。レベル上げしてるんでしょうか。強すぎ。やばいやばいやばい。なに、くそ。頑張れ味方。いいぞ、頑張れ。いいぞ、いい、いい、うまい、うまいぞ。あるある。あー惜しい。ナイストライすぎる。くそー。いや今ガスの真骨頂見えそうだったな。シュンシュンさん、配信のシーぶった切ってくれて気持ちいい。もうね、いやでもね、気持ちわかる。他の人の、あいつらってさ、異常者だからさ、自分が正義なんですよ。うん、いやでもくそ惜しかったな。くぅ。でもなんだっけ、そう、自分が正義だから、もうすごいのよ。で、あと横のつながりがすごいから、もう大群で来んのよね。それ嫌だよね。うん、俺だって4回燃やされてるからね、あいつらに。だけど、その、結局8割か9割ぐらいが、いい人が多いからね。当たり前だかもしれないけど。だから、シュンシュンさん何が悪いのみたいな感じになって、鎮火するっていうのを何回も繰り返してるからね、俺。そう、4回ぐらいは、俺、燃やされてる。こいつ使ってやがる。いや、今の思いうまかったなぁ。惜しい。そう、だから、燃やされたくないのよ。え、そう、当たり前だよね。そう。普通やっぱ配信者やってたらさ、炎上したくないってあるじゃないですか。で、炎上とはまた違った、その、勝手に燃やされるなんだけど、それでも、旗から見たらそういう風に見えちゃうから、まあ、俺は、ムカつくんで、普通に、そう、バリバリ言ってたんだけど、そう、バリバリ言ってたら、まあ、来なくなったって感じなんですけど、そう、ここに来るまで多分ね、そう、多分他の人も俺みたいにやったら、多分5回か6回ぐらいでも燃えるから、やりたくないんだろうね、普通に。そう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 。お疲れ様です。そこなんだよな。無敵だからね。そう。神になってしまった。そう、でも本当に困るよ。本当にいなかったらさ、もっとバンバン動画上げられるからさ、マジで困る。正直。そう、2倍デジタルスコープ持ってるからね。え、なんならもう腰打ち打ってくるから、あいつらコンタクトレンズがデジタルしてるからね、あいつら。デジタルコンタクトって呼んでんだけど、俺。デジコンだね、デジコン。そう、あいつらは腰打ちでもスモーク抜いてくるからな。そう、一応ね、積み重ねてきたものがある。でもこれがないと、多分普通は配信やめちゃったりするよね。だからみんなエーペックスやめてんだよ。そう。めんどくさいじゃん。俺はエーペックス好きだし、まあ、好きなんだよ。そう。まあ、だから、やめたくないから、もうね、戦ってるわ。で、戦ってたら来なくなった。多分めんどくさーってなったのか、それか俺がめちゃめちゃボロクソに言うから耐えらんなくなったか。そう、だって俺一応聞いたの、いろんな人に。どうやってチーターとか来たら対処してますって言ったら、ミュートにするとか、無視するとかだった。でも、俺はそれを思って考えた。あいつら無視したら、よし、サンドバッグ見つけたぜって思っちゃうんじゃないかって思って。そこから逆にサンドバッグにしてんだよな、俺が。逆にね。そしたら、もう超効果的だった。マジで来なくなったし、なぜかスパチャくれるし、あいつら。謎のスパチャね、動画上げたと思うんだけど、そう。ああいう感じになってるよね。そう、なんかもう、おかしくなっちゃってるよ、あっちも。まだまだそういうね、感じなんで、俺はね、もう、バリバリ言ってく。言ってくんだけど、なんだよな。言ってくなんだけどな。本当に分かりづらいやつはさ、動画にできねえのが本当に困んの。それがマジで困る。そう、上手い人って、
どっちかというと被弾を減らすよね、被弾。じいじい。殺しに行くっていうか、自分が食らわないようにするみたいなイメージが高いんで、おかしいんだよな。もうその時点でちょっと。まあ、俺もめっちゃ面白いよな。この野郎みたいな。この金でも食らえ。でもそうなんだよ。スパちゃん面白かった。嘘でしょ。向こうへ行った方がいい。まあだから私はね、やめないし、でも本当に困るよな、邪魔だよな。いなかったらどんだけ俺動画上げんの楽なんだろうと思うもん、マジで。俺めちゃめちゃいるからね。うわー、バケモン来たーとか言って楽しんでるもん最近。やべえこいつとか言って、いやーちょっとやっぱ話し合いませんなーつってね、楽しんでるもんね。話し合いませんなー君とはーとか言って、あれやばいっしょ。あれぐらいやばかったら、まあいなかったら最高なんだけど、でも、まあ、あれぐらいでようやく動画になるのよ。うん、それが困る。あんなのさ珍しいやん。そこが本当に困るんだよね。バリバリやれよって思うけど、まあ本当にやっとしないよ、本当は。やっとしないんだけど、やるならやる、やらないならやらないにしてほしいんだけど、中途半端なのよ。さっきのレブもさ、わかりづらいじゃん。うん、俺がさ、ああやって多分最後に動画で、うおー壁折ってるーって言わなかったら、多分あれは上手い人になっちゃうんですよ。だからこそ大変ですよね。もうすごい困ってるもん、私の動画作ってくれる人も。動画にでやりしずれーみたいな。そう。困るって言ってるもんね。もう本当に。いなかったらどんだけ楽かって言ってるもん。あ、そう。一瞬にしてモデレーターに破壊されたやつね。コンボを発見。遠距離用だ。そう、いろいろさ、もう、なんかもうやってるんだよ、絶対。やってるんだけど、ちょっと分かりづらいやつ、もう動画5本作ったんだけど、5本死んだからね、それのせいで。やばくない？そう、明らかおかしいんだけど、何がおかしいか、ちょっと説明ができない系だよね。そう、なんか反応が妙に早いみたいな。でもそれのせいで動画がもう5本出てないんでね。いやだー。でも作った後に気づくのがめんどくさいんだよな。そう、作った後に、あれ？これ分かりづらくね？まあ、だからやれることはあれかな？まあ、没動画を、まあ、切り張りして3本ぐらいまとめちゃうとかかな？できるとしたら。うん、やれるとしてもそれぐらいだと思うわ。そう。敵を発見。敵に続く道。これをたどろう。攻撃されている。難しいんだよね。シールドをリチャージ中。あのね、ちなみにあったよ。俺、ツイッターに上げた動画でね。そう、ツイッターに上げた動画で、あ、チーターにね、ツイッターにね、まじで、チーターに上げてねえよ。ツイッターに上げた動画で、いや、こいつクソ強かったなーってのがあって、一回。チーターだった。こんにちは、配信、ありがとうございます。こんにちは。レブのウルトは消えたな。
環境をマーク中。別のから始めたの。あっちに敵がいる。敵に撃たれてる。注意環境をマーク中。たまにあるもんな。え、これ味方チーターじゃね？見てるとたまにあるもんね。困るぜ。動画がボツになるのが一番困る。ねえ、どうしちゃったんだろうね。どうやってフィッケルそんな強いんですか。教えてくれよ。チーター総集編やべえよ、多分すごいことになるよ。昔みたいに空飛んでくれたら最高なんだけどな。こっから飛べるかな。ワンチャンと飛ぶモーションでデコイで押させるとかも面白いな。レブがどっかから登ってくると思う、これ。あ、レブナントだけ待機してんな、これ。レブランツだけ多分どっかから上がってくるわ、これ。ここだよ、昔そろそろだよ。あ、やべ、あ、間違えた。最悪。やべ、俺戦うかと思ってた、間違えた。うわぁ、最悪。ガキンチョがいたよ。いや、逃げてほしいな。逃げてくれたら最高。いや、逃げてほしいな。戦うんかと思ってさ、あれなんかタイミングが分かんねえ。むずーい。マジでタイミングが分かんねえ。ここで戦うんだって感じもんな、逆に。ここは戦うんやね。マジで分かんねえ、タイミングが。いいね、逃げてくれ、逃げてくれ。そうそうそう、逃げるならどこまでも。そう、空中浮遊とか見たいね。いや、むずいな。戦うタイミングと逃げるタイミングのなんか差が分かんねえんだよな、マジで。飛ぶチーター懐かしかった、懐かしいぜ。ここで差が出るよね。そう、俺はもう正直全員殺せると思っちゃってるからさ。そう、逃げはなしみたいになっちゃってるね、俺の中で。基本的に。そう、例えば特に敵が目の前に、あれだよね。行くときはね。そう、で、ラスターはです。ブラハが戦ってて、くるー。いや、そうなんだよな。絶対上がってくるからな、殺しに。そう。だから、俺、それをデコイにすんのかと思っちゃったわ。そう、上がってくるってなるから、みたいな。そうそうそう。まあでも、10部隊まで行ってくれればね、いいんじゃないですかね。基本なぁ、あれなんだよなぁ。前方5メートルぐらいにいるときに逃げるって、マジで難しいんだよなぁ。結局やっぱ誰かが犠牲になるんだよなあれ。誰かしらが。
おお。悲しい。結局11部隊で終わってしまった。で、バンガロールを通報して、こいつ多分面白いぞ。多分これでやばいよ。神のエルスさ見せてくれるよ、こいつマジで。見ようぜ。こいつね、最強のエルスター見せてくれるよ。こうであったらエルスター強かったねっていうエルスター来るから。こんにちはー。すごい。弾が曲がってる。すごい。あー、来る。最強エルスターが。いや、慎重ですね。カウミームの持ち主なのに、すごい慎重ですね。おっ、まさか殺すのでは。エルスターの特性を理解していない。強すぎ、やば、なんだこいつのエルスター、強すぎる。過去一強いかもしんねえ。飛んでるやつ殺したぞ今。ゴリチー来た、ゴリチー、やば、最強のエルスターだこいつ。本物のエルスターシュンシュン来たかもしんねえ。やば、世界一強いエルスター、これだったら俺も持つわ。やばすぎ、飛んでるやつ殺したぞ。ちょっと今ね、あったかくなりたかったんだろうな。シースター、シュンシュン来た。え、どうすんだ。沼ってる。の、武器しまわないのおもろすぎる。あ、武器しまった。偉い。飛んでるやつ殺した。お、それは壁や。それは壁。それも壁。うお、意味飛んできたぞ。まあ、武器を一個しません。レベル上げしてるんでしょうか。マジで、マジでホーミングしてる、すげえ。ガチのホーミングしてんだけど。これいいなぁ。これぐらいだったらね、もう逆に許しちゃう、俺。運営さんに任せるさ。俺は許そう。だがこいつは許すかなつって、運営さんみたいな。いるの？待って、見えてない、まだ、それまだ見えてない。まだそれ見えてない。隠す気ゼロチーター来たなぁ。おやばい、壊せない。やばい、下手そうすぎて壊せない。バッテリーを巻いていく。これ多分この人アイテム開きながら巻くタイプだな、これ。負けんのか？おい、どっ、溶けた。強すぎ、やばい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 、強すぎこいつマジで。本当に一切調整してないこいつ。本当に強い。なんじゃこれ。うわぁ、やべぇ、味方ごと撃ってる。だけど正解、あの味方貫通するんで、今これやばいっす。あの合ってますよ、このエルスの使い方。味方貫通するから、オートエイム使ってるのだったら味方ごと撃つっていうね。え、待って、それ浮きながら撃ってんのかな、ワンチャン。ホーミングはドローンにも、いや吸い付かないんだったかな確か。このエルスターやばいなぁ。これだったらエルスター使うわ。超強いもん。お、いや、いそうだなぁ、それ。ハイドいそうじゃない？いないのか。え？優しい。起こすんだ。いやぁ、暖けぇなぁ。暖かい。お、来るぞ。右。いや、これは、エロバリケード越しに撃ってくれるんじゃないでしょうか。うわぁ、あの負ける。ああ、強すぎる。え、こいつ多分ね、バンされたやつが復活してきたね。レベル6、アイテム全部回収した、やば。デスボックスも見てないのに全部回収した。
いや、それアンチ、それアンチ。スモークたかないの？スモークたかない、弱すぎる。なんでこいつバンガロール選択してんだよ。スモークたけよ。ここアンチ街です。これアンチ街。燃えるこれはローマはどうですか。これローマブースティングですか。お、ブースティングっぽいっすねこいつね。お、エルスター持った。待って、こっちもまさか本気か。本気モードなのか。エルスター使うとスモークたかないのやばいな。こんばんは。養殖場だ、養殖場。いや、このエルスターは強いわ。これだったら俺も持つわ。でもリロードしちゃうのがもったいないっすね。かなりリロードしなかったらかなり強いんですけどね。エルスターっていうものを理解してないな。お客様だね。今プラチナ1だから、この人多分あれだと思う。あれ昇格試験だと思う。だから昇格試験だから、なんだあれ、ダメ出てこない。傭兵だ、傭兵雇ったんだな、傭兵。アルティメット促進剤を発見。今怒ってるよ。おめえなんで負けてんだよって。破壊金払ったんだから働けよって怒ってるよ。さあどこに行くんでしょうか。飛んでどこに行く。うわー、飛びました。おもろー。こっちはレイス。こっちは逆やぞ。この人は、あ、なんか震えてるな視点が。なんだちょっと見るか。さすがに大丈夫だよな。ローだからリング投げないの。リング、いや普通っぽいな。ああ、よかったよかった。こっちは頑張ってる人だとか言ってね、普通っぽいなって。本当はこれもね通報するべきなんですけどね。でも打ち合ってないやつはちょっとさすがにちょっとね。今玉抜けした、かわいそうに。玉抜け案件、ローバー切れてるよお前よって。あと5回しかねえんだぞこっちはっつってぶち切れてるから。すいませんお客様、エイペックスは不慣れなもので高いから払ってたぞこっちはって切れてるから。おめえこれもし負けたらタダにしろよ、金返せよお前って怒ってるから今。大怪獣バトル意外と漏れる。やっぱ逃げちゃいけませんね。あんな奴がいるってことは逃げたら死ぬ。聞いて怒られてる。すいませんお客様、次こそは絶対に。やばそう。なんかもうプライドのプの字もないと思うよ多分。いや逆か、プライドしかないのか。プライドだけあって実力はゼロみたいな。逆だな、多分こっちだな。プライドが高いからブースティングしてもらうわけだしね、結局。えぐかったな、でも。あいつやべえ。トリプルテイクみたいだった、エルスター。左、まっすぐ、右、ドゥルルルルって全方射撃みたいな。全方位射撃してたわ、マジで。強すぎる。だってね、結構いるからね。すごい頑張っていきました。褒めてください。でもお前、味方にチーターいなかったっけ？ブロック、え、確かお前相方にチーターいたよな、ブロックみたいな。闇ですね。まあ確かに難しい。でも使うなよなるけどね。うん、確かに難かった。チャンピオン取れなそうだよな。どうやってプラワンからダイヤに上がるんだろう。そこまで金払ってまでダイヤに行く、金払ってまでマスター行くって分かんねえな本当に。気持ちが、生きる人には分からないでしょうねって怒るのかな。こっちだって死ぬ気でやってるんですよみたいな、ガチ切りしてくんのかな。フォロー、最後の希望ですよ、これが。さあ、あるぞ。覚悟が違うのかもしれないな俺たちとは。
あん？なんでこいつら来んの？殺されてようだな。後折りがよう。舐めてんじゃねえぞ。教えてやるぜ、後折りは全員死ぬってこと。でもなぁ、こういう時ってなぁ、相手の方が甘せかったりするんだよなぁ。ちょっと今俺ひよってるわ。